い、それからこれやってみましょうかね。はい、ここでこういってですね、はい、でここでこう折り返すわけですね。ちょっと練習が必要ですけどね。だけどまあ高いストリッパーをですね買うことを思えばですね、こうやって練習されてね、はい、こうね、それから刺しですけどね、これがだいたい10センチですわ、これがね、で、これ10センチちょっと見ましょうかね。あ、これちょっと見えにくいかわかりませんけどね、10センチここまでですね。はい、でまあ私の場合大体9センチあるんですけどね、こういうことです。したがって5センチ言うたらこの半分ですよね、はい、それから、これでですね20センチ、まあこれ21センチありますけどね、大体まあ20センチですわ、これでね、はい、だから40センチ言うたらこれ2ひらもう一度ねこれやってみましょうかね。はい、こうですね、ここまで来たらスパンと落とさずにね、ここでこう折り返すということですね。こうですね。こう折り返すと。で、こうですね。はい。こういって、ここで折り返して、こうね。こういきます。はい。こういう方法をね、使われたらスリッパなくてもいけると思いますね。